く現れたか。こいつね、私が相手だ。集まればどうにかなるっしょ。ダメよ、そこの外壁はピンクじゃなきゃ。ここにピンク？趣味が悪いにも程がありますわ。まったく、これだから貴族は。喧嘩はやめて。おいお前ら、そろそろ休憩しようぜ。ほれ、ジーヤ特製節約芋菓子ができましたぞ。貧乏すぎる就職語が聞こえた気がしますわね。では私がいただこう。ほう、これはなんという美味だ。人の食べ物はバカにできんな。あら本当。ジーヤさん、後でレシピを教えていただける？おちびさんは食べないの？ご安心くだされ、マグニカ様。サビギルドナンバー382が毒味を。わあ、私の分。明日は我らの領地での復興作業か。迷惑をかけてすまない。迷惑？何よバカなことを。だよな、これが迷惑そうに見えるか。よし、復興はうまくいっているようだな。お帰りなさいませ、先生。マリアちゃん。ああ、今戻った。今回の旅もなかなかに骨が折れたぞ。遠島のわがまま姫の教育だっけ？そんな面倒くさい依頼よく受けるね。すまない、言葉を失った。さて、次の騎士殿の付き添い人は誰だ？はいはい、私ですよ。あら、アティはこの間騎士様のお休みに二人で出かけていらしたでしょ。次は私の番でございます。この間先生とお土産巡りしていたじゃないですか。先生、どちらの意見が正しいかご指導をお願いします。騎士様、私はいつでもあなたの御心のままに。まったく、騎士殿は久しぶりの休みなのだぞ。よし、ではこうしよう。これから全員で騎士殿に朝まで稽古を。却下。先生、こんなの放っておいてあっちでおやつ食べようよ。うわ、抜け駆けをするな。騎
殿、あなたのようにうまくなだめるのは難しいな。反省せねば。騎士様はどうされたいのです？ああ、先生は何したい？そうですね。